根室海上保安部によりますと、一昨日午後6時過ぎ、付近をパトロールしていた巡視船が貝殻島の灯台の明かりを確認しました。灯台の明かりが灯されるのは、2014年11月4日に消灯が確認されて以来です。貝殻島の灯台をめぐっては、先月、ロシアの国旗が掲げられ、 今月24日には、外壁が白く塗られたことと、十字架のようなものが設置されていたことが確認されるなど、ロシア側の実効支配を誇示すると見られる動きが続いています。